なぎの駅立山地図、なぎの駅立山は、千葉県立山市にある交流拠点施設である。2012年3月25日の開業と同時に、立山港一帯を港をアシスとして登録していて、港アシス、なぎの駅立山の代表施設である。2009年4月に、千葉県から立山市へ移動された立山市立博物館分館。 渚の博物館を中心とした施設で、小規模な水族館や展望台が併設されている。千葉県立山市立山1564-12011年2月5日、開館。千葉県立安房博物館から移譲された、房総半島で行われてきた漁業に関する資料を展示している。内部にミュージアムショップ、平立山を併設。 2015年12月25日に、立山ふるさと大使であるさかなくんが名誉駅長に就任し、これに伴い、さかなくんギャラリーが開設した。立山湾に生息する約70種の生物を展示する水族館。貝やロープなどを使った工作教室、なぎさの教室が定期的に開かれている。小児限定で魚の餌やり体験も行われている。 海のマルシェ立山商業施設棟1階にある地元の野菜や魚介類などを取り扱う直売店。立山なぎさ食堂商業施設棟2階にある新鮮な農水産物が味わえるレストラン。1階、海のマルシェ立山で販売される新鮮な地元食材を使った料理が提供される。施設屋上に位置する 縦山湾を一望するウッドデッキスペース。テーブルやベンチが用意され飲食も可能。2010年4月25日竣工。長さ500メートルに及ぶ日本最長の道路桟橋で大型客船などが発着する。愛称は縦山夕日桟橋。縦山市のホームページでは海のマルシェ縦山や海のマルシェ縦山、海のマルシェ縦山など、 複数の表記がなされているが、同一の施設を指している。商業施設棟の看板には、海のマルシェ盾山、と表記されているが、立山市のホームページ内、商業施設棟では、海のマルシェ盾山と表記されていることから、ここでは、海のマルシェ盾山と表記している。港足立山、なぎさの駅に関するカテゴリ千葉県立安防博物館に関するカテゴリー、 ありがとうございます。